こんな質問ありました。速関節の背屈制限で悩んでます。硬い三頭筋やアキレス腱にアプローチしているんですが、なかなか改善しません。まず皮下組織の軟部組織の動態を手で感じることが大切です。実際に動かして触ってみると、どこが硬いかっていうのを手で感じ取れることができます。制限部位がアキレス腱や腓腹筋、ヒラメ筋だけじゃなくて、筋膜とか脂肪組織であることも多いことに気づけると思います。実際硬いなと思ったら単純、何するかというと、こうやって滑走をさせるように横断させます。こうやってコロ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 で上げて、コロ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 上げながら、コロ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 ってやって上げてくださいというと、さっきより張りやすかったり、そして早上げてって言うと、その硬さが取れてくると思いますので、まずはこうやって触って確認をしてみてください。速関節のアプローチについて動画でも紹介していますので、ご覧ください。また質問してくださいね。